さあやっていきましょう。ニューニュー実況の未来ステージのパート2その2ですね。おもむろに帰っていってる。おもむろにウエスタンのステージから帰宅中。あ、セーブしとこう。残機ためよ。あ、そっちじゃないんだ。で、合ってた。あ、合ってた。わちゃわちゃしてる。ウエスタンステージのトロッコで残機ためしてました。25機ぐらいかな、ためた。もうこの手しか攻略できる気がしない。まあそれでも随分ね、パート1で行けるとこまで行ったけど、一旦セーブ。はい、6分55秒から家。ほんの20分ほどか。未来ステージの4-2やっていきます。ライフワークとかしたこのニューニューもあともう少しっていうところまで来て、この難関ステージやりよる。多分ね、ここまで難しくなって最後一番難しいステージかなみたいなことを思ってたら、きっと最後はそこまでじゃないみたいな、そんななんか肩透かし食らいそうな気がする。最後はそんなにかなみたいな、そんなに難しくないかなみたいな、そんな肩透かしを食らうんじゃないかなみたいな、そんな予感がある。そんなことを気にしてもしょうがない。そのまま突っ込んでいった水の中に。ちょっとプレイが大きいプレイになってる。丁寧に行こう。ここはそう、こういう丁寧さが大事よ。こういう丁寧さがね。よし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 。思い出してきた。思い出してきた。ね、動画に上げたやつではそんなにあれだけど、このパネルにマイクロ飛び乗るのが意外に難しいの。おい、全然うまくなってないように見える。これでは、貯めた木がどんどん減ってってるんだが、25木。まさに豚に真珠か、猫に小判だと。猫に小、あー、なんかちょっとあれ、今何に当たったんだろう。上か、あの上のやつか。よし、違う、これだけじゃないんだ、こっちも。おお、セーフ。やっぱこのステージね、ちょっと難しいよ。うん、ちょっと難しいよこのステージ。本当に俺は赤いやつにぶつかってんのか、ヤシの木にぶつかってないか、ヤシみたいな木に。で、よっ、金の金貨を取る権利を得た。検証するか、本当にヤシの木に当たっているかどうか。やっぱあれ赤いやつに当たってた、赤いやつだけだったな。別にこれ青いやつでポーンって跳ねてもいいんだけど、まあなんとなく。よう、危ねえ、セーフ。んで、バカ、レバー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 
レバーの焼き鳥って美味しいよね。美味しいよねっていうか、なんか美味しく感じるようになる。不思議にね。まあ一番砂ずりが好きなんだけど。これで。あれ？あれ？ちょっと緊張してたか。もう間に合うんだろこれは。あ、間に合うのか。うーん、ここがね、ここで行くとそりゃそうだわ。ギリギリレバーをっていう位置じゃないとダメだな。ここら辺かな。こうこう、よし、いける。お、間に合う。よし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 。これ飛び越えたいな、飛び越えたいな。で、ん？おう、ちょうどいいちょうどいい。よかったよかった。ここまではなんで怒れた。ちょっともたくさしたけどな。これは左の壁使う攻略法によってなんとかいける、いけることが分かった。こうだろ。もうちょっとなんだけどな。もうちょっとの時間。これもうちょっとは果てしなく遠い。もうちょっとだよね。あの、ここはもう、あの、10機ぐらい使ってもいいわ。正直。それぐらいの難しい難所。難所と言ってもあれだな。難所と言ってもこんな細松なプレイを、細松のプレイを、細松プレイを。すげえ今、すっごい今滑った。すっごい今滑った。すっごい滑った。ほっ！とっ！とっ！よっ！今もう氷のところに手がかかってた。これがリアルなニューニュー。これがリアル。これがリアル。すごい速さで。もうこれあれ、ゲームオーバーになったらもうバンって終わるよ。パート2を終わりにするから、これ。これも終わりにするから。うん、まあ奇跡だな、前回ここ行けたの。奇跡だな。肝が冷えるぜ。安心しないこと。ここで安心してはいけない。よしよしよし、ここまでは来れるね。ここまでは来れるよ。これ離す。うそん、ちょっと待って。壁がさ、すごい、すごい、反射ケースがすごくて。壁の反射ケースがすごくて。おお、暴れる暴れる暴れ暴れ牛鳥。こっ、会話少な、会話口数少ないになってきてる。会話じゃねえな、マイクの前に喋ってるんだから。別に誰かに会ってるわけじゃないよな。口数少ないな、独り言が少なくなってきてる。いい傾向かもしれない。現実こんなにゲームしながら喋ってる人いたらびっくりするよな。そんな人いねえよ。スマホのゲームやりながらさ、おお10連来たとかって言ってる人がさ、一人でやってたら、一人でゲームしてるのにさ、いやー何やってんだそこでみたいなことをさ言いながらスマホでブツブツ言ってる人いたら怖いよな。実況だから許されてる感がある、この一人喋りが。一人喋りがな。まあラジオとかもほら考えてみてくれや。ラジオとかもさ、
ラジオとかも一人でさ、カメラ、あのマイクに向かって喋るわけじゃん。そういう感じだと思ってほしい。今冷静に自分をこの見つめ直してた。もう死んでいいですか。殺してくれ、殺してくれ。前回のところまで行けねえ。残機があんなにあったのに。初だな。その2あげるけど、もしかしたら前回よりも進捗しないっていう 新シリーズだな。神回避、神回避した。よしよしよし、気抜くなよ、気を抜いてはいけない。よし、うむ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 、少ないメダルも取っていこう。ここはここが意外にくせ者だったな。このね、この出っ張りで跳ね返ってさっき落ちたからね。こんなの制作者サイドもこんなとこ、こんなの別に罠とも思って仕掛けてないよな、きっとな。ただで、これなんかありそうに見えるけど何もないやつ、なんかありそうで何もない。裏、こういうの別に難しい。うえい、なんであっちから来た。これ最後ラスキー、ラスクとか意識しない方がいい。